やっはろー、どうもこんにちは。アニメリアク職人ことマジアデギニハマーです。現在、2024年の1月21日日曜16時47分ですね。今日は水木奈々さんの誕生日ですね。さて、1日空きましたけども、からかい上手の高木さん2、7話ですね、いただいた録画データで見ていきます。はい、先に軽く自己紹介。僕の本業は大道芸人でありパフォーマーです。ナイトスクープに依頼者で4回月曜から夜更かし目覚ましテレビ生放送などテレビ30本以上出演、そして2022年には深田恭子さんと CM 共演まで果たしてます。ただし今は、もうコロナの影響か分かりませんが、全く仕事がありませんってことで、アニメリアクター毎日ね、やってるんですけども、多分リアクター的には投稿本数日本一、間違いなく日本一が再生数の低さとチャンネル登録者数の伸びなさですね。もうこれによってほんまにしんどくて、メンタル粉々なんですけども、それでも気合と根性だけで一日も休まずリアクション動画投稿し続けてますんで、何卒応援のほどよろしくお願いします。ではいきます。なおアニメ本編は流れませんのでご注意ください。またわけのわからんタイムで広告が入ります。申し訳ないですが、それを我慢しつつ、どうでしょう、もしくは普通に視聴いただいた後にリアクションだけを確認ということでお願いします。いきます、3、2、1、スタート。林間学校、一夜が森、お、何にしがたこら。そんなに必死に言わんでもね、するわけないだろうで。ああ、なるほど。中二やな。あ、高木さんの変顔は気になる。いいね、中二か。僕やっぱ中二やもんね。あ、大人高木さんや。ちょっとね、最初知らんと、CM まで全部見てしもたんだよね、 OVA の時。多分からかいの高木さんのなんか大人バージョンはね、もう西方と結婚してるはずなので、今のってそれやね。詳しくは、OVA のリアクションをご覧ください。もうでも1ヶ月以上経つかな。今回だからこの林間学校一本かもしれんね、もしかしたら。あ、この4人なんや。
ああ、なるほどね。あ、一瞬にらんだな。やるね、高木ちゃん。天気が。いつだっけ、あの水たまりの時だけか。ちょっと出すか。丸めた草や。ああ、聞きお菓子ね。やってるって。おつおつ。こうピンと。これはわかるやろ。これはわかるやろ。いや、そりゃそうや、丸めた草でいかんと。
もうなんで丸めたか、まあまあまあわかるけど。玉ねぎか。なんで関西、なんで関西弁やねん。あ、ほんで絆創膏が。逆じゃない？玉ねぎか。あ、ちゃうか。普通に心配してくれてたのね。バイキン配達食いたくないしじゃなくて、日々の。北条さん、具が大きい。足立由美さんね、小林蓮司さんと。木村五杯目7杯か。いいな、この BGM。 一気オープニングやん。メンタリストか。メンタリストですか。マイムマイムとか踊んのかね。かジェン、え、ジェンガ。フォークダンス、あ、フォークダンスや。もうカップルになるとかちゃうの。
はいはい。あ、終わった。あと少しで両思いになれたのに。中井時村。え、みんな誰だ今。あれ、ちょっと高橋さん若干残念そうな顔だように見えたけど。いいね、恋するアステロイドみたいな。モールス信号。全然ちゃうやん。我慢や。全然ちゃうやん。怒られる。これゆかりも気づかれるよこれ。なんだいかついね、ずっと登場からずっといかついな。木村のいびき。
はバレたら怒られへんか。ほんまにいるな。おお。やばい。振り返られたら終わりや。なあ、衣装やわな、そら西方と一緒の星が見たいやと。どういうこと？おお、そのままエンディングに。ああ、何やったっけこの歌。そう、ポニーテールの女の子。あ、市川亜央さんやからね。この歌だっけな。ああ、じゃあこの歌。あ、中島美香さんのスターズ2003年違う2001か。スターズ、あ、2001やね。懐かしい。デビュー曲や、確か。はい、オッケー。はい、まあ林間学校ね。まずはあれ、最初に集合写真撮ったよね。そこでこう西方がこうね、心霊写真のような写真を撮ってやろうと目論みも、高木さんの変顔によって笑わされて大爆笑の写真。それを大人高木さんが見てたと。ね、これに関してはその気になるな。そう、 OVA の時ちょっとね、知らんと CM まで見てしまったんでね。この大人高木さんっていうのはアニメ化されてるのかどうかは全く知らんので、確か今年の5月に実写版で、確かあれよね、大人版の大人版実写版
が公開だったかな。うん、まあまあまあそれとして、でそのオリエンテーリングで、まあ、マノちゃんと、中井と、4人の班だったと、ここで、まあ、マノちゃんが足疲れたし休憩したいっていうのに、あほんなら多分中井は気ぃつこうて、どういうか、ほんな俺らがチェックポイント終わらしといたからここで休んどきゃってのは優しさで言ったと思うんやけども、乙女心っていうのはそうじゃないのね。まあこれを呼んだ高木さんが、西方ちょっと見せたいもんがあるんでしょっていう、まあ起点を聞かしてね、素晴らしかったやけども、雨が降ってきて雨宿り、ここで、お菓子を使った危機お菓子勝負をするというの にもかかわらず、なぜ丸めた草をいかんかやね、うん、あれ丸めた草4種類ぐらいあったかな、プラス別の長い棒チョコとなんかがあって、まああーんさ目の前であーんってねえ、あいやあの自分やったら、あじゃあ上向いていてポトッと落とすけどね丸めた草を、はい落とすから、あの今から飲み込んでって、まあ西方はその辺も起点が効かんぐらい、まあ脳殺されたんかな、あのあーんの顔にね。そして次カレー作りか、カレー作り、じゃあゆかりがあのね指を怪我したところで、なんかわけのわからん関西弁コントをしてたさないと、みなが、何心配してたことが嬉しくてね涙したけど、玉ねぎのせいよ。そしてまあカレーができて、北条と浜口がちょっといい感じになってきてるかな。で西方はまあカレーを食いながら、キャンプファイヤーで何とかしたろうっていうのをまた見透かされてたと。そして、手をつなげたら勝ちよっていうことだったけども、キャンプファイヤーじゃフォークダンスか、うん、まあギリあかんかったと。ほんまにギリやったね、終わっちゃったねっていうことで、もうちょっとで両毛になるとこだったのに残念だったねっていう、このセリフは私かと思いやねなんやけどって言ってるみたいなもんじゃないので、ちょっと高木さんがなんか残念そうな表情に見えたのは気のせいかな、どうなんやろうね。うん、あほんでみんなは誰やったんや、あれ16分ぐらいとかだったな、16分ちょいとかだったかな、このみんなは誰とやったの、中井が木村やったろ、ん、ああちゃうわ、みんなが誰やったかってゆかりが、これは知らん男子かな出てたっけ、で燃えてんのか、それに対してみんながなんか言ってんのかな、これは、うん、そういう構図か、うん、まあそして今度は消灯の後やね、消灯の後で、まあ港さないとゆかりのシーンがあり、あれモルジン語ごっこやね、適当やね、めちゃくちゃ適当なやつやね。で西方は木村のいびきがうるそうって寝られへんから出てたのね。そしたら高木さんが出てきてて、星に願いを込めてたということで、そこに田辺先生が来て、まあ、超絶狭いところに隠れた、先生が行きました。何を願ってたのって言ったら、西方と、え、なんつった西方と両思いになれますようにって言ったって、ね、で願ったって言ったっけな、ちょっと忘れたけど、どうやったっけな、うん、まあまあそんな感じよね。そのまま特集エンディング行くとはね、しかもスターズ2001年、中島美嘉さん、これね、あのなぜ2001年パッと出たかっていうとね、この頃は自分はあの配達の仕事をしてまして、まあもう社長と大揉めに揉めて、まあ、生配信でも言った話ですけどもね、あの休みの日に社長に借り出されてソフトボール無理やりやらされて、あの自分がもう腹立つから社長からホームラン打ったったっていう話を生配信でしてるんですけども、その2001年やっぱりラジオ聞きながらずっと運転するから、スターズアホほど聞きましたからね、そういう意味合いでも、ああ2001年や懐かしいって思いました。二十歳の時やったんでね、はい、まあ誰が興味あんねこの話、はい、ということで、まあ素晴らしいね、あのエンディング入り方って、すごいなんていうか幻想的な回やったかなと、そんな感じがしましたね。まあそして大人高木さんが気になるのと、まあやっぱ両思いになれなくて残念だったねって言ったのがちょっとこう引っかかる。西方気づけと思うけどね、絶対高木さんも好きやん、西方も絶対好きやろこれね。はい、以上からかい上手の高木さん2、7話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、また応援コメントなどよろしくお願いします。
はい、ここから1分ちょいで自己紹介しますので、興味のある方はここで切ってください。はい、自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーをやっております。普段やればできる諦めない伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスをしてますが、現在コロナの影響で約3年11ヶ月にわたって仕事が全くありません。貯金と節約生活でなんとか生き延びてますが、貯金はだいぶ減ってきてます。そんな自分のね、本業も知ってぜひ応援をしていただきたいんで、説明文にあります URL をクリックの上、できたらチャンネル登録応援お願いします。そして、深田恭子さんと出たこの CM の URL も載っけてます。ぜひ見てください。アニメのリアクションその他もろもろスタートしてきようで1396日目長いです。ただこのチャンネルもっと長い。2009年4月25日パフォーマーのチャンネルとしてスタートしましたが、コロナの影響で一気に仕事がなくなり、アニメのリアクションいつの間にやらスタートしてからの約1年5ヶ月分、推定2000本以上、2021年8月18日までのリアクション動画自ら出て削除させられるという地獄を味わってます。それを乗り越えたものの、今でもずっと地獄で、もう信じられんぐらい再生数チャンネル登録全く伸びずでね、もうほんまにしんどくてやめたいんですけども、まあそれでも気合と根性だけで、やればできる諦めない伝えたいと思って、一日も休むことなくコロナになろうがインフルになろうが、動画投稿し続けてますんで、何卒応援のほどよろしくお願いします。以上、アニメリアク職人ことマジラジオ芸人ハマーでした。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。それでは失礼します。